皆さんこんにちは、加藤岡です。僕はですね、2015年からまあベランダで水耕栽培で、2018年からまあ屋上でも水耕栽培をやってるんですけども、今回はですね、ハイポニカよりも3倍以上安い液体肥料についてご紹介したいと思います。で、まあ、僕はね、ちょっとまあベランダからまあスタートしているんですけども、まあ主にね、ハイポニカの液体肥料を使っています。まあ理由はですね、まあ、非常に使いやすいというのがあります。2つの液を混ぜて使うだけっていうことなので、まあ僕はちょっとベランダでもよく使うので、こういうね、大容量サイズ4リッターのサイズとかもまあ買って使ってたりするんですけども、ただですね、場所がですね、まあベランダはいいんですけども、屋上になりますと、まあ、もう装置の大きさもすごく大きくいいものになるので、液体肥料がバカスカバカスカ使うことになるんですね。そうなると、なんでいくらまあハイポニカのちょっと大容量タイプを買ったとしても、まあ、結構あっという間になくなってしまうので、でそこで屋上に関しては、僕はOAT ハウスという、まあ、通称大塚ハウスというプロ農家さんが使っている液体肥料になるんですけども、まあね、ちょっといろんなパッケージによってもちょっと値段の比較は変わってくるんですけど、大体まあ計算したらおよそ3倍以上ハイポニカよりもまあ安いものになります。まあ、なので3分の1ですね、ハイポニカの3分の1ぐらいの価格で使えるという液体肥料になります。ただしね、2つちょっとデメリットはあります。一つはですね、業務用なので本当にでっかいサイズでしか売ってないということです。具体的には15キロとか、まあ、10キロとか、まあ、そういうね、米袋ぐらいのサイズで売ってます。粉末で売ってますね。はい。で、二つ目のデメリットとしては、粉末で売っているので、それを使う場合に自分で水に溶かして混ぜて液体肥料を自分で作る必要があるということです。これがね、ちょっと面倒なんですよね。はい、になります。で、ちなみに1円についてはAmazon とかヤフーショッピングとかで小分けにしたものを売ってらっしゃる方がいるんで、そこで手軽なサイズを購入することができます。で、2つ目の自分で作らなきゃいけないっていうところについては、これからの動画でちょっと僕が手順でお伝えできればなというふうに思います。はい、ではね、早速通販で買った液体肥料 OAT ハウスの粉末をちょっと入手しましたので、それをちょっと観察してみたいと思います。肥料屋さんからちょっと小分けにしたものを買っています。はい、ちょっとこれ今レターパックで送ってもらったものなので、ちょっと開封しますね。開けたものがこちらになります。まあ、こういう風にね、小分けにしてジップロックに包んで送ってくれます。よく見たら、裏側見たらですね、ちゃんと微量元素用のやつもついてました。あ、よかったですね。はい。これの肥料がどこで買えるかっていうのは、ちょっと概要欄にリンクを貼っておきますので、まあ、興味ある方はぜひそちら見てください。はい。というわけで、大塚ハウス1号、2号の液体肥料を、作ってみたいと思います。一応ね、まあ、それぞれ8リッター作れるとあるんですが、今回は2リットルの、液体肥料を作ってみます。ただちょっとね、これをまた小分けにして作るのめんどくさいので、2リットル作るためにはそれぞれ 300g と 200g 使えばいいんですけど、これをちょっと2倍の濃度、600g と 400g で、2リットルの液を作ってみたいと思います。まあ、なぜかというと、結局ね、水で溶かす時に EC メーターを使えばそれ調整できちゃうので、まあ、事前の液体肥料の濃度っていうのは、まあ、そんなに重要じゃないかなというのがその理由です。はい。あとね、いっぱいね、このペットボトルがあると邪魔になるので、まあ、スリムにしたいというところもあって、今回は2倍の、今回は目安の量の2倍の濃度でちょっと作ってみたいと思います。はい。ではね、2リットルのペットボトルに入れた水を、それぞれの鍋に注ぎます。はい。で、それぞれ2リットル注いだんですけど、左側の鍋がね、ちょっとギリギリになってしまったので、ちょっともう少し大きめの鍋に移し替えたいと思います。はい。2リットルの水を注ぎ終えたら、そこのそれぞれを煮沸します。煮沸する理由としては2つあります。1つはですね、単純に、まあ、温度が高い方が、まあ、液体肥料の粉末が溶けやすいということで、2つ目はですね、カルキを抜くということですね。カルキがちょっと残っていると、ちょっと肥料的にあんまり良くないみたいで、
植物の根がなんかこう枯れやすくなるみたいなことがちょっとインターネットを調べると書いてありました。なので、まあ、煮沸することで枯れ木を抜こうという作戦でございます。はい、というわけで、1号大塚ハウス1号と大塚ハウス2号の計量が完了しました。それぞれ 600g と 400g ですね。これ一応近くで見てみると A じゃなくて1号の方は結構ねサラサラしてて、で2号の方は何でしょうね、なんか砂糖とか塩に近いようななんか感じですね。はい、同じ白ですけどちょっと微妙に色が違うっていう感じですね。はい、ではね、そろそろ両方とも鍋が煮沸が完了したので、ちょっとそれぞれに混ぜてみたいと思います。はい、だいたい溶けきることができました。正直ね、ちょっと2倍にしたので全部溶けるかなって若干心配だったんですけど、まあ、濃度を2倍にしても無事2リットル2リットルで、溶かすことができました。1号の方は溶かすとですね、ちょっと黄色っぽい液体になりますね。で2号の方は溶かしても、まあ、引き続き透明、無色透明な液体になるという特徴になります。あ、すいません、1個忘れてました。もう一個入ってるね、大塚ハウス5号というものですね。これはね、まあ実は必須の液体肥料じゃないんですけど、トマトとか、メロンとかそういう実がなる系のやつに入れると、まあ、育ちが良くなると言われる、まあちょっとなんだろう、スパイスというかアクセントみたいな肥料になりますね。なんか鉄とかそういう微妙な元素が含まれているというものになります。まあ、なのでこれはちょっとまあ。具体的にどれぐらい溶かすっていう目安はないんですけど、ひとまず僕はこういうねちょっと小さめの 500ml ぐらいのペットボトルに入れています。まあ、なので一旦これもねちょっと全部溶かして適当にペットボトルに詰めておこうと思います。溶かします。はい、じゃあいい感じで冷めてきたので照合を使ってこいつを入れたいと思います。ちょっと難しいな。はい、1号が終わったので2号液を入れます。ね、まあ、同じものを使うんですけど、これはねちゃんと混ざらないように一回洗っておいた方がいいですね。はい、無事ね液体肥料の調合が完了しました。いやー、めんどくさかったですね。本当にねこれ作るだけでもなんかすっごいこうジョウロとかお玉を何往復もして、無事入れることができました。まあ、道具もねもうちょっとちゃんとしたものを使えばいいと思うんですけど、ただその液体肥料を作ることってそんなにねめったらめったらないので、そのためにちょっと道具を揃えるもねっていうのもあって、ちょっとああいう感じでちょっと乏しい道具で入れました。はい、ではね実際ちょっと調合が完了したので屋上にこの液体肥料を投入してみましょう。はい、ではね調合した液体肥料を実際の水耕栽培の貯水槽に溶かし込んでいきたいと思います。ですね、まあ、今回使うのは、まあ、こういうねなんだろうちょっと大きめの入れる容器ですね、計量カップです。はい、僕の場合はもう本当にざっくりしていて、これを、まあ、1杯分注いで、で、バーって入れたら、まあ、同じ量の、液をまた、入れるっていう感じで調整していきます。で、これなんでこのざっくりでいいかっていうと、結構ね、屋上の水耕栽培で使う水の量ってのは半端なく多いんですよね。多分確かこの大きさだけ60リットルあったと思いますし、プラスこのパイプ水耕ですね、パイプに入っている水とかも入ってくるので、まあ、大体100リットルぐらいになるんですね。
なんでちょっとねちまちまあのキャップで微調整してると本当めんどくさくてやってらんないので、まずね大まかにざっくりバーッと入れて濃度を計測していくっていう感じですね。はい、北ヒル入れたのでどれぐらい EC かっていうのを測ってみましょう。よいしょ、はい、1454ですね。1454マイクロジーメンスパーセンチメートルですね。はい、まあ、なのでまあ今はちょうどいいんですけど、ただここですね、パイプ水溝、今パイプにまだ水が残っていて、そこから循環して戻ってくる水もあるので、まあ、それが戻ってくると何だろう、まだ濃度がね下がっちゃいますよね。なのでちょっと気持ちもう少し入れておく方がいいかなと思ってます。まあ、はい、あとね微量元素ですね。微量元素もあと、まあ、今ところ育てるのは刃物なので、まあ必要ないって必要ないんですけど、一応ねちょっと気持ち入れておきましょうかね、少しだけ。はい、よいしょ。というわけでね、ハイポニカの3分の1で、買える液体肥料を OAT ハウスの作り方について、ご説明しました。そうですね、僕ねちょっとハイポニカもちょっと中途半端に余ってるので、これを使い終わりったらベランダの方も OAT ハウスにちょっと移行しようかなというふうには思っています。なのでまあこれから水耕栽培を始める方はまずはねやっぱ溶けてるハイポニカの、ね、使いやすい肥料から始めて慣れてきて、ちょっと栽培規模を拡大した場合はOAT ハウスとかも検討してみたらいいのかなというふうに思います。はい、ではまたこの動画が役立ったらチャンネル登録、高評価、あともご質問があればコメントまでいただければ僕のモチベーションが上がります。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。